切るときの木のこういうのね、こうやってまずここで切るとこうやってね、ね、こうやって切っちゃいます。それでここからね、またここでこうやって切っちゃって、ここでまた切っちゃいますね。そうするとこんなに簡単に紙パックが破る。